雨、湿気、ジメジメ。梅雨の時期は気分まで憂鬱になりがち。この人も早く7月になればいいのにってこの時期になっていつも思うんですよ。なんかね、こう肌荒れもするし、そう、髪の毛も決まらないし、洋服は乾かない、だけど洗濯物は増える。考えられないさ。ストレスかなり溜まっていますね。期待のしわと。今日の A ランチの練習は梅雨を快適に過ごそう。イライラをすっきりするぞ。ジメジメを乗り切る便利グッズや最新家電、気分が上がるおしゃれな雨の日コーデ、いろんなアイテムを探しに。ジメッとした時プシュッとでしょ。本当に泡が超クリーミー。お疲れ様。お疲れ様です。よくないこれ。喋るの？他の言葉も喋るんですか？喋ります。超いいな。 おうちでできる上手な対策も専門家に聞きました。効率のいい洗濯物の干し方とは。あ、さらに五感を利用しお部屋を爽やかに演出。新エリアがオープン。雨や蒸し暑い日でもより楽しみやすくなった沖縄こどもの国へ。雨の日でも楽しめるんですよ。今の時期ならでは、愛らしい動物の姿にもうメロメロ。いい表情。町の人がどんな梅雨のお悩みを抱えているのか聞いてきました。街頭インタビューや沖縄の子育て応援フリーマガジン太陽のエクボにもご協力いただきました。死に跳ねてますけどね。公園に来るのに来る気が少なくなってますよね。まあまあ、まあ、洗濯物が乾かない。そう、わかります。お母さんわかります。死に跳ねてるな。このテーマに合わないぐらいピッカピカの沖縄なんですけれど、入ってそうなんですよ。クーラーに当たります。汗かくんですよね。ここで回答の多かった梅雨時期に感じるストレスを発表。第5位、これね、床が湿気でベタベタする。勘弁してほしい。床がジメジメするのもちょっとストレスを感じております。ちっちゃい子供がいるので。そう、そうなんですよ。なんか床とかもなんかペタペタ手ついちゃう。そこも寝そべるしね。バイキンを吸い込まないように。続いて第4位、髪がまとまらない。うわ、これわからんわ。そうなんだ。でしょ。俺全然わからん。でしょ、ね、髪がまとまらない。その大阪行く前にここの湿気がすごくて沖縄ので、髪がうねってたのに大阪行ったら髪がストレートに。そんなこと先っつって。続いて第3位、そんなに湿気か。雨で靴や荷物が濡れる。そう、うん、そうね。やっぱり雨降ってるので服が濡れたり荷物濡れたりっていうのが、電車通勤なので。電車だと余計にだよね。と、うん、ね、中まで濡れちゃうから、ね、お手入れが大変ね。濡れたらもう気に入らず履けないなっていうのは、ちょっと毎年雨降ってると思うんですけど。確かに、まあ、我慢してその汚れてもいいような靴で毎日出かけるしかなかったり。街中には梅雨のストレスがたくさん溢れていました。2位と1位は後ほど発表します。さあ、もう皆さん悩んでいるということでですね、はいはい、私が梅雨のイライラを解消できるグッズを探しに、こちらみんな大好きイオンモール沖縄ライカムに行ってきました。何があるんだ。死に涼しかったです。大学生が涼しいでしょ。こちらフランフラン可愛いものがいっぱいあってね、めちゃくちゃ好きなんですけれども。テンション上がる。はい、テンション上がります。あ、これ見て、私持ってる。何？でもなんか、あ、ハンド。ちょっと違う。そう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 。おしゃれ度が増してる。ハンド扇風機。機能的なんだけど、おしゃれ。なんていうの？これがフランフランですよ。大好き、マジで。ファン。ハンディかな。はい。さあ、おすすめ第3位、こちらです。第3位がこちらの、冷感寝具フワロシリーズになります。はい、こういう、 あのシーツとかもすごい寝具とか可愛いイメージがあったんですけど、はいはい、デザインが9種類ございまして、うん、9種類、はい、インテリアコーディネートもお楽しみいただける商品。確かに、はい、機能を取るかデザインを取るかで悩む、どっちもいけるっていう、はいはい、いいよね、フランフランならでは。いつもの私、ちょっともうすいません、いつもこんな感じで、ちょっと蒸し暑くて寝苦しいじゃないですか。体感させてもらいました。すでにヒヤッとしてるの。そうなんだ。
すいません。あ、もう寝ちゃうよ。貴重なシーンを見させていただいております。最高に気持ちいいんですけど。あ、こんなって寝てるんだ。あ、いびき書いてる。本当にあのマイクロ綿っていうのを使ってて、あの柔らかいあの素材の、本当に柔らかい。失礼ですよ、ミキトニーさん。寝ながら いや、それぐらいもう出たくなかったのよ。良質な睡眠って大事でしょ、やっぱり。あ、枕も多い。そう、多いって数も。枕3つある。それはもうご自身でどうぞご自由にしてくださいよ。いや、もう本当。そうなんです。続いて第2位です、こちら。なんだろう、こちらはですね、携帯用のヘアアイロンなんですけど、まずパステルカラーで見た目も可愛いだけじゃなくて、ストレートからカールなど4種類これあって、持ち運びに便利で USB でできるから、まあ、パソコンとかモバイルバッテリーとか、そういうものにつなげて使えるんですよ。コードついてない。そう、コードつけて。あ、これはたまたまね、今回はコード付きでやりましたけど、はいはいはい、すごいちゃんと機能的にも結構しっかりちゃんとコンパクトだけど使えると。そう、気軽さ、顔周りって大事なわけ。この威力を見て女子って普段でも使えるけど、こういう湿気が強い時にも、なんかこう持ち運びができるから、外に出て例えばオフィスに戻ってきた時に持ち運び、だってこれリップと同じぐらいで、そんなちっちゃい、こんなちっちゃいの。そうですね。続いて第1位、こちらです。ナンバーワンです。こちらのバイカラーのパイピングの傘になります。あら、傘ね、やっぱり傘よ、はい、開いた時にちょっとお花のような形になっているのがすごく人気の、ね、こんなデザイン、さあ気分が上がります。雨の日のトータルコーディネート、こちらでございます。お花の形が印象的な傘もありますけれども、こちらどうでしょうか。新色のブルーを手に持っております。いい、扇風機もついてる。そうなんですよ。でこれがレインコートなんですよ、実は。あ、そうなんですか。トレンチコートなんですが、おしゃれです。こんなおしゃれなやつもあるんですね。そう、これで気分が上がりますよね。でこの透け感のあるチュールのバッグ、今チュールが流行ってるんですよ。チュールね、そう、いろんな刺繍が。チュール3人ともピンときてないですよね。いや、チュールでしょ。チュール、ね、透けてるやつがチュールってこと。透けてるだけではないんだけど、でしかもこれ持ち運びに便利なこのちっちゃいポーチに。いい、チュールだ。今のチュールじゃないの。言えばいいだけじゃないよ。チュールの定義だよ。マネキンみたい。すいません、乙女心をくすぐられ、ちょっとこのアンニュイな表情とかいかがでしょうか。あ、雨の日もおしゃれに皆さん過ごしましょう。いかがでしょうか。いい、続いて私がやってきたのがこちら、家電量販店の小島ビッグカメラでございます。梅雨の時期に活躍するね、除湿機だったりとか、あと布団乾燥機、愛用してるこれ。その中でもね、やばい家電を見つけてしまいました。これですね、ちょっと最新の今年の商品で、あの声で電源を入れたりとか、電源を切ったりとか、あとはまあ首振りとかも全部声で操作できるような。もろ声です。すごい。ワフリー、これ喋ることができるんですよ。すごい。手が塞ぐ家事とかしてたら、手があるでしょ、ワフリーっつったらね、すぐ動いてくれます。どんな感じなの。どんな感じなんでしょうか、楽しみにしていてください。ワフリー聞いて、はい、何ですか。お、すごい、うれ、すごくない。あ、あ、熱い、はい、ほら、すごくない。感度めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、めちゃくちゃいいです。この距離感でも全然 OK、はい、料理中でちょっと離れてても、そう、もうちょっと離れても大丈夫なんだって。風量最大。そう、わかりました。こうすると風が最大になって、でさらに首振りも上下左右、あ、ほんとだ、上に上に上下あるの。死に上向くよ、死に上向くから。すごい、すごい、すごない。こんなの見たことある。ないないない、覗けるんだ。じゃあ扇風機をワフリーを覗けるんだ。ワフリーって言わないで。あ、ワフリーって言ってください。扇風機なんで。あ、そうか、扇風機じゃない、扇風機じゃないです。はい、この後も便利グッズまだまだ登場いたします。ぜひお楽しみに。ごめんなさい、うさがりました。これ梅雨関係ないじゃん。土曜のお昼は A ランチ、ジメジメ梅雨の時期もハッピーに過ごしたいよねということで、今日はですね、ライカムで見つけた便利グッズをご紹介しておりますよ。家電量販店で出会いました最新家電はこちらね、しゃべる扇風機、ワフリーです。でこれだけじゃなくてもう一個あるんですよ、実は。これです。体重計、体重計に見えるけど、結構威力やば、超涼しい。涼しい、そうなんで、そうですね、ここが涼しいんです。お股が涼しいんです。っていうのもね、実はこれ最新の扇風機で、下から風がこう、これいい、そう、髪の子お風呂上がりって暑いさ、髪乾かしたら
こんなしてから、ほら、ちょっとこう風呂上がりにもう動けない、ジメジメっていう時にこれでね、結構結構吹いてるんですよ。そう、風も結構風量あります。お家でマリリン・モンローだ、わーおーわーだつってできるんです。へー、あらやだ、よくないこれ、これいい、ね、そう、汗かいたからお風呂入ったのにドライヤー中に汗かくんですよ。そうそうそうね、こういうこと乗って天ぷら揚げたり料理中、そう、あ、そうか、料理中にいいですね。料理中とか暑いんですよ、コンロの火の邪魔にならない。あ、そういうことなんですよ。いいな。さあどんどんいきます。続いて最後ロフトです、うん、ユニークなグッズがたくさんある場所でおなじみなんですが、はい、これ見て、クリームソーダをテーマにした傘なんですって。へー、さくらんぼのチャームがこれついてのまた粋ですよね。うわすごい、クリームソーダの中にいるみたい、まるで涼しい、そう、見た目も涼やかです。で、かき氷機の実は種類も豊富で、ぐるぐる回すだけじゃなくて電動だったり、これプリンを凍らしてできる、そう、今ね時代を見てください、ご飯にかき氷かけるんですよ、料理に、どういうことだよね。でこれがちょっと気になったんですけど、簡単に冷たいフローズンが作れるグッズで、言ったらこの容器を冷凍させておくのよ、冷凍庫に入れといて注いで混ぜたらもうフローズン、へー、本当に混ぜるだけよ、普通のジュースですよね、普通のジュース、これマンゴージュースですけど、そう、こんな感じ、もうできました。梅雨のジメジメした時期にさ、いや、これいいな、こういうちょっと冷たいものをいただくって最高ですね。最高ですね、こりゃうまい、いいでしょ、こんな手軽に、でお値段も結構手頃で、これマンゴージュースだったんですけど、私例えばカフェオレとか、なんか自分の好きなジュースとかいろいろアレンジいいかもしれないなと思って。さあこちらロフトでもおすすめ聞いてきました。第3位こちら、第3位はこちらです。ほう、スライドクールファン、はい、ハンディファンとこのパッドが冷たくなる機能、両方兼ね備えた、で1台で2役っていうのは新しい商品です。プレート冷却、プレート冷却、上げたら風が感じられます。そうすると扇風機になります。めっちゃコンパクトじゃない。 で何が冷たくなるの。この銀のところ、触ると冷たいんだ。あ、で口つけながら、マジよ、これマジの話、そんなに、はい、続いて第2位いきましょう。こちらどんどんいきますよ、はい、第2位はこちらの消臭グリーンエコポチです。ほう、消臭グリーン、いやもう全部この土台の部分が消臭の効果を発揮してくれるように、これ2種類あるんですけども、生きてる生きてる、白い方は火山灰シラス、黒い方は竹炭でできてる。かわいいな、これ消臭効果が期待できるということで、お部屋に置くだけでいいってこと。そう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 、でこれね土使ってないから、はいはい、そう、代わりにこれ水苔使ってるんですよ。だから汚れにくいし、水やりも、まあ、多肉植物なんで水やりも少ないから、うん、こう水あげるときにちょっと湿度上がったりするでしょ、はい、お部屋の、それも防げるっていう、ね、ところでの人気のおしゃれな消臭です。いい、そう、玄関とかからね匂いきますからね。そう、続いて第1位はこちらです。ダンダン、出ました。これか、絹泡ビアサーバーでございます。まあ、言ったらね、缶ビールをこれの下に取り付けて、うん、ボタン押します。そうすると超音波の影響できめ細やかでクリーミーな泡が誕生するという代物でございます。へ、面白い形とかも、そう、何よりも手軽なんです。へ、マジでやば、超高級な飲み物、そうなんです、めっちゃ美味しそう、すごい泡、綺麗。お仕事中なんでね、ノンアルですけど、いけます、大丈夫ですか。カメラも重たいでしょ、いつも頑張ってるね、一緒に乾杯しましょうっつってカメラマンさんと一緒に。いや、音、これどうやったの音。本当にノンアルですか。ノンアルです、本当にノンアルです。うまそうだな、美味しいっすね。うんじゃない、うんじゃないんだよ。やばいでしょ、いいね、でもうまいんだよな、自分。いや、ほんとジメッとした時プシュッとで、しっ、ほんとに泡が超クリーミー、うん、変わるんで見た。そう、いつものビールがちょっとワンランク上になるんですよ、やっぱりね、梅雨のジメジメした時メンタル的にもこういうのでさ楽しめると上がるでしょ。上がりますね。これミキトニーさんが飲みたいから1位にしたわけじゃないですよ。ないです、本当に店長さんに聞いたおすすめです。見てこの表情が違う。いや、これはほら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 、これビールのおかげじゃないでしょ別に。梅雨時期に感じるストレス、ここまで5位から3位まで発表。第2位は洗濯物が乾かない部屋干しの匂い、ね、洗濯物の生乾き、部屋干しの生乾き臭もすごいですし、あ、もう敷布団です僕は。もう汗とかもかいてるので
もうめちゃくちゃ湿ってます。そうだね、汗ってね。大きい布団とかは外に干すんですけど全然乾かないんですよ。わかるの、乾かんよね。そして第1位はカビの発生と匂い。これね、これやっぱりみんなストレスで感じてますよ。あと浴室カビが、ハウスダスト的な悪さもするんですよね、このカビが。そうそう、新築で体にもやっぱりね、喘息、カビがちょっと心配ですね。そう、新築だったら余計にね、除湿機だったりエアコンだったりで頼らざるを得ないんですけど、でもね、電気代も高くないっていうのもあるんで、着物、ね、関係のお仕事してるので快適、カビ、ね、うちもドレス快適ですよ。臭さとか出てくるじゃないですか、うん、全部それ梅雨の責任ちゃんだから。責任ちゃん、責任ちゃんがついてる。炭を買ってきたんですよ。あとはその中に入れるだけ、消臭、ね、防虫、うんうん、カビや洗濯などお家でのお悩みが特に多いようです。まあ、分かる。そこでお家でできる上手な対策をご紹介。教えてくれるのは住まいコンサルタントの前海咲子さん。一級建築士、インテリアコーディネーター、空間デザイン心理師として暮らしの悩みを解決してくれます。空間デザイン心理師とかあるんだね。すごいです ね。湿度も高くてなかなか外で干しても乾きづらいですよね。はい、で、部屋干しにすると思うんですが、今度は生乾きの匂いで臭くなっちゃうっていう悩みがあると思います。ね、今一応洗剤も進化してるとはいえね。部屋干しでやる時のポイントっていうのは、どうするの？早く乾かすっていうのがポイントになります。1秒でも早くからでもやった方が。ここでクイズです。それは次の3つの干し方の中で一番早く乾くと言われているのはどれでしょうか。ジグザグ、 A、 早いな。 V 字干し聞かないと。 B、 サンタカルタ、アーチ干し、どっちでやってるから、ね、C、 ね、うちどっちだろうって思った今。さあ皆さんお答えください。ジグザグかな。なんかね、ジグザグ、ジグザグの方がなんかほら風通しがみたいな。残念。退場。退場の退場までするのこれ。ちょっと待って。退場？残念。見て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 。じゃないって。こういう中の方に空洞が、なるほどね。意識してやってないから当たりやすくなって水分が蒸発しやすくなります。ということで早く乾かせる効果が期待できると思います。なるほど、仕事に入れられそう。続いての問題です。お、次だよ。引っ掛けやすくて便利なカーテンレール、洗濯物を干す場所として正しいでしょうか。あゆむさんお答えください。はい、カーテンレールに洗濯物をかけるのはおすすめしません。そうだよね、そっか、湿度も上がっちゃうしね。おすすめの場所は洗面室なんです。だから壁紙が湿気に強かったり、換気扇っていうのが湿気を、壁紙もそうだもんね、それ用に作られてたりとか、湿気を吸ってくれる構造になってくるというわけです。なるほど、理にかなってるわけですね。ダメなのね、じゃあ結果的に。そう、梅雨時期はですね、空気が流れにくい部屋の角にカビが生えやすかったり、ホコリと湿気が混ざって床がベタベタして不快に感じる人も多いと思います。で、その対策は扇風機の使い方がポイントになってきます。人に当てるとその人だけが涼しかったりするので、エアコンの風に扇風機の風を当てるとエアコンの冷たい空気がぐるぐる回るので、部屋中の空気が循環できると思います。2つね、やります。衣類のカビ予防にはクローゼットに詰め込みすぎず、でもね、分かるんですけどね、通気を良くすることなんだよね。分かる分かる。お家帰らないといけないかもね、根本的に。同じハンガーに揃えるだけでも隙間が作りやすくなるそうです。ハンガー揃えたら確かにそうかも。あ、なるほどね。濡れた靴には丸めた新聞紙を入れて除湿するのもおすすめ。新聞紙でいけるんだ。下駄箱に新聞紙を敷くのもいいそうです。あ、これすぐできるんじゃん。はい、ね、ここでブーブーさんに質問です。はい、A と B の部屋どちらの方が涼しく感じますか。直感ですぐにお答えください。 A です。 A 絶対 A でしょ。梅雨時期の、インテリアは暖色系よりも
寒色系を使う方がおすすめです。急にクイズちょっと何なんで、なんで盛り上がらない、盛り上がらないというか、すごいブーブーさん、さすが当たったのに不正解みたいな番組としてはみたいな、の機能を利用してベッドカバーを寒色系にして、確かにね、ここで体感でもやっぱり温度2度変わる、そんなに、あんなに。さらに試してみる価値ありだね。アロマオイルを使うのもおすすめ、いいかもしれないね。特にペパーミント、ユーカリ、ヒノキなどは清涼感ある香りですっきりした気持ちにさせてくれます、うん、いいねアロマもね、うん、F 分の1揺らぎと言われる音階の音を聞くのもおすすめ。水の音とか確かにちょっとせらぎや鳥のさえずりなどを CD から流せばお家でも森林浴気分に浸れます。私ズボラな方なんですけれども、そうなの、はい、皆さんも無理なく一つ一つ、やっていけば不快感を減らしていくことができると思います、うん。土曜のお昼は A ランチ、ミキトに沖縄子供向けに聞いちゃってるよ周りの方への配慮ですね。イエーイ、新エリアも見てください、誰もいません、誰もいません、大きい声出してよ、あるってよ、晴れませんでしたさあ続いてはですね、梅雨の時期のおすすめスポットをご紹介したいと思います素敵、子供の国、沖縄子供の国なんですが、うん、こちらは1970年に実は開園しているんですね、すごい先輩だ、そう昔はね、こんな施設もあったんだ、ちゃんとなんか覚えてない、ジェットコースター乗ったことある、そう、そうなんです、昔はこういうね、遊園地的なあの遊具もあったんですが、このね、汽車ポポは今でもあります、いますよね、まだね、まだいます、はいはいはい、彼まだいるよね、元気で、こんなにたくさん子供たちが集っている場所なんですが、実は4月29日に新エリア、こちら里山の迷宮がオープンいたしまして、なんだろう、はい、こちら里山の迷宮なんですけれども、あの鹿とか、あら、はいはいはい、タヌキとか、いわゆるね、これはまあ、クマ、アナグマなんですけど、はいはい、リスだったりとか、まあ、かいい昔話とか絵本に出てくるような動物たちが、あ、ちなみにあの熱くて毛をかった羊です、ちょっとヤギみたいなんですけどね、蜂蜜のお水ですね、まず、うん、って名前なんです、まずは今年20歳になりました、はい、マーズマいる、マーズさん、本当に人間みたいな動きする、そう、可愛いの、マーズいくよ、ちゃんとね、マーズって反応するの、名前が、蜂蜜入りの 水を一生懸命飲んでます、飲んでる、顔してる、美味しい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 ね、もっとちゃんと飲ませたいですねあんなちょびちょびちょびじゃなく、まあまあね、でもね、本当にね、梅雨時期のジメジメムシムシした、うん、こうやっぱりクマにとってもね、水分補給っていうのはとっても大事なんですよ、一生懸命、危険だからね、近づくと危険だから、可愛いね、一生懸命飲んでますよ、水もちょっとやめてよみたいな見えるんだけど、やめてっていう風にも聞こえるね可愛いらしい、やめて、でね、このマーズにちょっとご飯を特別にあげさせてもらったんですけど、はい、そのあげ方が特徴的なんですよ、何を、いくよ、せーの、ほっ、あ、ほっ、どれだ、なんだ、はい、ふてこと、湯たんぽなんですけど、湯たんぽ、フィーダー、かわいい、あ、かわいい、かわいいでしょ、あら、これフィーダーって言って、こうちょっとあえて頭を使ったり体を使ったりして食べにくくさせることで、このまあなんていうか退屈させなかったり、こんな感じで動物たちがね餌を食べてるんだっていうところを私たちお客さんも楽しめるっていうものなんです。なるほどね、そうそうそう、かわいいのよ、もうかわいすぎてあーってしか言えなかったんですけど、でこちらは日本月のワグマのみはるちゃん、水浴びしてる、そう、気持ちよさそう、暑いよね、そりゃね、気持ちいいね、気持ちいい、暑いもんね、暑い、気持ちよさそう、なんか本当に、ね、動物たちにとってもやっぱりちょっと暑くなってくる時期なので、うん、こういうふうに水浴び のこのツキノワグマだけじゃなくて他の動物を水浴びするシーンがどんどん増えてくる、うんうん、そう、見てこれゾウさんね、うわー豪快ね、気持ちよさそうですけど、ジメジメしてるのは動物たちも一緒なんですよね、うん、そうそうそう、はぁ、うん、かわいい自分でこれ、すごい、すごい、すごい、ね、でこちらは猿さんです、あ、猿、そう、まあ、エリアごとにね、うん、ランダムで水浴びとか水遊びこんな感じでやってるようなので、そんな動物の姿も見られるんですが、こちら今年の4月に加入したカピバラです、あら、思ったよりも大きいのでぜひ生で見ていただきたい、なんかちょっと温泉に浸かってるような感じ、ねね、ですけど、これ水ですからね、はい、水浴び、水浴びをして楽しんで、何見てるんだろう、何見てるんだろう
でこの時期ね、あの子供の国、うん、実は園内も整備が進んでいて、これ、うん、雨よけ日よけも実は増えてるんです。知らなかった。そう、急な雨とかこう日差しが強いなっていう時ももう大丈夫です。もう県民を代表してね、すいません、ありがとうございます。こういうの欲しかった。 で、ね、で見て、ちゃんとクーラー完備でございます。ありゃ、へえ、あ、こんなとこありましたっけ。あるんですよ、できました。じゃあ足の裏指何本ですか。そこで触れ合えると何本なんか手3本足の指の数がモルモットは違う。後ろ3だけど、飼育員こうやって教えるのいいですね。そう、実際にも早く走れるようにこう進化したとか言われてます。あ、そうなんだ。可愛 いでしょ。あら、どっちがどっちがどっちか、どっちがどっちか分かんないですね。ダイヤです。もぐ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 って、他人とは思えないな。いや、これね、本当にあの今までは屋外の施設だったんです、ふれあい広場、うん、でもこれが屋内になってこう涼しくね過ごせる、快適に過ごせる。でこちら小屋も新しくできたんですけど、こちらもクーラーが効いていて涼しいです。すごい、なんかすごいいっぱいできてます。畳もですか。そう、畳があるんです、うん、こう涼しい場所から新しい動物が見ることができて、そう、畳、この決して開けないでくださいの襖もあるので。何よ、あえてのちょっとコンセプトがね、鶴の問題し、そうじゃないですか。ここに鶴がいる、来るってことね。そう、単調鶴が来るのよ。面白い、ここから見えるわけね。こうやってね、ちょっと進みながら、はい、こう動物、そっか、しかもここ下も見えるから、カワウソがこう泳いだりとかしてるの、はい、僕らも早くそれが見たくて、ね、はいはい、今はまだいないですけど、6月下旬にね、うん、はい、来ますんでお楽しみに。で、園内にはね、他にもこう屋根があるエリアが結構多くて、ここ爬虫類がたくさんいるんですよ。うわ、かっこいい。かっこいいね。このエリア本当に探検してるみたいな気分になります、うん、で、この部屋もものすごく良くて、私好きなんですけど、はいはい、ゆっくり座ってこうやってね、休憩できて、カフェみたい。そう、ありますね。で、こっから見える動物がね、あ、じゃーん、出ました、ホワイトライオンのセラムでございます。レア、この部屋からこんな景色が見られるのって、ね、かわいいんです。で、子供の国どんどん進化しているこちらベビーケアセンター、あら、綺麗でしょ。うわ、これね、子連れ助かりますね。おむつの交換とか、そう、こういうの欲しかったみたいなのがね。シャワーもついてるんですか。手洗ったりとか、あの、お尻洗ったり、ね、すげえ。そうなんです、めちゃめちゃ嬉しい。で、この大人気の屋内型ミュージアムがあって、これ本当に実際に触れて見て触ってできるっていう展示がいっぱいあるんですよ。で、説明書きが実はあんまりなくて、もう本当にこう、この子の、そうそうそう、感覚で楽しんでもらいたい。こんなの内地にしかないと思ってました。あるんです、沖縄に。あります。これが一番好きなんです。すげー、すごい。でもうっすらなんか見える、うん、なんか見える、はいはい、像とか。あ、そうです、そうです。何ですか、何年、何年、何年。プレートを使うと、これめっちゃ良くないですか。めっちゃおしゃれじゃないですか。あら、すごいしゃれてる。どういう仕組み。ちょっとこの角度も変えてみたりすると、実は色も変化する。そう、すごい。ワンダーミュージアムってなんでってことを考えるところが、哲学と芸術の複合施設。もうハマっちゃったんだ僕たち。やばいでしょ。が一番あるんですけど、この展示物はまさにそれだなと思ってて、すごい。なんでこうなるんだろうって考えるさ。なりますよね、うん、そう。でその考えるってね、やっぱ哲学的な要素もあるのかなとか。はい、なんで、なんで、これが哲学です。わかりましたか。なんででしょ、すごい。で、これカラフルなビーズを使ったこのワークショップなんかもあって、子どもたちも楽しめるんですよ、はいはい、今雨の時期なので、こう傘だったりとか、暇しないね、そうそうそう、虹だったりとかね、いろいろあるんですけど、私はこの右側の方、あの、うちの娘がオレンジが好きなので、はい、オレンジでカエルさんをちょっと作らせてもらいました。カエル、カエルさんです、カエルの名前。メイキティーすいません。やっぱ少し調子が悪いかもね。おい、おい、声だけじゃん、ちょっとね、おい、体は元気だった。あ、すごい、ピタゴラ装置だ。そう、こういうのとかね、いっぱいある。これいいな、これいいな。わわわわわ、イエーイってね、こういうのいいでしょ。楽しい。私本当にワンダーミュージアム初めて行ったんですけど、うん、はい、こういう施設だったんだ。大人もめちゃめちゃ楽しい。沖縄こどもの国進化し続けていますので、雨の日、梅雨の時期にぴったりの施設なんじゃないかなと思ってご提案させていただきました。